やばいな、やばいぞ。2022年はサセスみんな落ちまくり、そんな中登録者減った人たちが聞く、ああぴょー行けるピースの角度30度、再生数落ちて悩んでたけど、黒髪新規転して今はたのしそう。後ろモンストの実況してたけど、1月に開催しました。動画も出していないから登録者減ってる。だアンパンマンのおもちゃの動画でめっちゃ人気になってたが、あれを放置して捕まってからほとんど出してない気もした。うむ、やめてフリーになって、相変わらず大食い継続、特に何にも変わってないけれど登録者はき絶頂だったけど、だんだんオワコンなってきて、コント系やって限界を迎えて、今年で勝つかパオパオ。4月にチャンネル終了、その後2人個人チャンネルだけど、どっちも動画ほぼ上げない、やる気なさそう。わらさ余計してた和田さん、なんか視聴者に嘘ついて、そうどうなって泣いて謝って、そっから出してない手越しさ。再生数もだいぶ落ち、最近は動画も減った、だけど今後は音楽に全振りしてゆく。もうよ最後さ、いろいろやらかした去年、最近は再生進まんかい、だけれどいろんなビジネスしてて下宿おくわざわ。宇宙行ったりもしました、お金配りまくりました、金でついてきた登録者たちはやっぱ離れた。再生ショートケイ2は、林大食いショートケイ1は、佐川ショートケイ。